小谷川に接続する早期、池見の谷川は、大阪府平方市を流れる淀川水系の一級河川である。波流する天の川、船橋川とともに、平方市内を管流する。平方市南東端生駒山地北部の肩の山東六を水源とし、北流する。小谷北部にて、関西外国語大学学研都市キャンパス内を流れて、北支流を合わせ、 谷間に形成された市街地を進む。上茶屋橋と不動橋の間から、巡洋河川の宗谷川を合わせ、西へと降りて行く。杉橋付近より山間部を抜け、平方市街地に入る。新上渡り状況より、下流は大阪府による河川改修の対象区間につき、上流部で河川幅15メートル程度が確保されている。第二京阪道路を越えて、 すぐの下渡し橋場からは、北川地サイクルラインが、流路に沿って整備され、自転車での散策が可能である。左岸にはすぐ、入出口地及び、早期池が現れ、水路を介して、保谷川と接続し一体的な水辺空間となっている。間もなく、JR 学研都市線藤坂駅を越えると、両岸は小さな水田地帯となる。右岸に、 面積の広い山田池公園が現れ、周囲を西から北へと囲むように流れる。山田池は平安時代より続くため池であり、2006年には日本の歴史公園100選にも選ばれている。元池とも一体的な水辺空間を形成すべく整備が進められている。山田池公園を抜けると、牧野駅周辺の市街化された区間となり、やがて鎮守川を北から合わせる。 ババ、場場前橋を越えると、境前家公園より北へカーブし、牧野駅とロータリーの真下を抜ける。ホタニ川橋を越えて、すぐの地点が、国土交通省と大阪府の河川管理協会となっており、管理上はそこから下流が、淀川の一部となる。北から藤本川を合わせ、牧野パークゴルフ場の敷地内を抜けて、淀川本流へと流入する。流路延長1 0トル中。 新上渡り状況より下流7771メートルが一級河川に指定されている。それより上流部については、平方市が巡要河川に指定している区間が存在する。河川改修の進む方、谷川実ル谷川流域は、1972年9月の台風24号にて床上浸水340個、床下浸水1200個の被害を受けた。 これを契機として1980年に河川改修の全体計画を策定し、一級河川指定区間につき事業を進めている。当面の目標として、時間雨量50ミリメートルに対応すべく、下流より改修が進められたが、京阪本線、牧野駅周辺の稼働拡幅のための用地買収に、時間を要したため他の河川よりも改修が遅れることとなった。 遅れをとっていた、牧野駅から珍珠川合流地点までの600メートル区間に、月1998年度より着手、1999年度に完了。また下流部の事業進捗を待っていた、国道1号より上流2.9キロメートルの区間についても1997年度より着手した。その後、2003年4月に本河川を含む、 淀川左岸ブロック河川整備計画が策定された。その際の進捗率は、ババ前橋より、下流 1.1km 区間及び山田池、公園周辺の一部区間にて、時間雨量 80mm 対応、国道1号より、ババ前橋までの 2.3km 区間にて、時間雨量 50mm 対応が完了となっている。三つ補強より下流を、 時間雨量8 0ト、mm、ル対応、上流を時間雨量5 0ト、mm、ル対応とする方針で、当初予定では2011年度の事業完了目安で、あったが前日の用地交渉難航により、工期を延長し続けられている。全体的に川戸国策や下流部の老朽五岩祭整備を行い、および山田池公園周辺においては、公園側に可動拡幅の上関係者五岩を整備する。 方針である。また、流域にある山田池公園との一体的な水辺空間を整備するため、1996年4月に建設省より、ふるさとの川整備河川の指定を受け、10月に、ホ谷川ふるさとの川整備計画検討委員会を設立。京阪本線より上流 7.1km 区間を整備対象とし、 柵で仕切られていた池を接続させ、回遊性を高める、などの対応がなされた。保谷川上流部補谷川中流部補、谷川下流端となる、地点上流より記載、山田池公園公園,公園外用府管理河川一級、河川淀川水系河川長所、大阪府議会会議録平成4年2月、定例街土木建築常任委員会3月13日から令二五。5 淀川水系淀川左岸ブロック河川整備計画大阪府2014年2月一級河川保谷川河川改修事業再評価調書大阪府2008年淀川水系淀川左岸ブロック流域の概要について大阪府河川整備審議会2013年1月21日淀川水系淀川左岸ブロック河川整備計画大阪府 2015年3月、大阪府議会会議録平成9年2月、定例会土木建築常任委員会3月14日から015。ありがとうございます。